広島陸軍被服師匠。広島陸軍被服師匠もしくは、弟子用倉庫は、広島県広島市南区弟子にある、大日本帝国陸軍の被服商の施設。兵員の軍服や、軍歌などを製造していた。戦後、建物は、様々なものに転用されたが、1997年、以降閉鎖され、以降として放置されている。現在は、弟子用倉庫のので通り、 基本的に立ち入り禁止であり、見学の際には事前に、広島県財産管理課に連絡する必要がある。被服省が取り扱っていた品目は、軍服や、軍貨だけでなく、マント、下着類、帽子、手袋、靴下等の外、配慮、半号、水筒、布団、毛布、石鹸、ハサミ、消灯、軍人手帳等の雑貨まで含まれてた。対象、 昭和時代に入り、戦線が拡大すると、武器や戦備の多様化に対応して、防寒服、防雨予服、航空対応、落下産部対応、低身対応被服あるいは防毒用被服なども取り扱うようになった。これらの物品のうち、被服省では、軍服の法制度軍化の製造が主となり、その他の物品の製造については、民間工場に委託され、被服省では、受発注業務、 品質管理、貯蔵、配給業務を主とし入っていた。陸軍向けの軍服や、軍艦の生産、被服類全般及び小物や、雑貨の調達、貯蔵、廃棄を行う一方で、中国、四国、九州地区におけるこれらの物資を生産する民間工場の管理指導、国民の被服監督なども行っていた。職工は、1924年、 大正13年当時で652人、男262人、女390人。1929年、昭和4年当時で505人、男228人、女277人。つまり、女性の方が多かった。1924年、大正13年当時の最低賃金は男1円20銭、女90銭。最高賃金は、男4円、女3円。 本人及び家族の診療や乳幼児保育など福利厚生も充実していたが、募集は主に両家の子息に充てられ入り口に際し、身元調査が重点的に行われていた。1943年、昭和18年後半になると米軍による空爆が行われるようになったため、製造設備と貯蔵品の分散化が図られ、広島市省の管轄下に倉敷出張所、小島作業所、 宇治の作業所が新設さた。1905年、明治38年4月陸軍被服省広島出張所として開設され、同年12月市内南町、当時の現在地に建物を全面竣工した。1907年、明治40年11月に市長に昇格する。創設当時は、東京、大阪と全国に3カ所のみ存在し、 三所ともに連携を図りながら、業務を図る。敷地は、対象初期時点で7万坪。近隣には1906年、北側の東新会町、現在の霞町に移転してきた、陸軍兵器師匠のほか、陸軍要塞砲兵連隊、後電信、第二連隊、七三、本町、演習砲台など、陸軍施設が多く所在していた。開設時の最寄り駅は、 敷地の東側を通る国鉄宇治名線の七三間一停車場、1903年開業であり、被服支障の開設とともに、ここへの支線、引き込み線が設置され、支障の発着荷物の取り扱いが行われたが、1919年8月、同停車場は廃止となった。しかしその後1930年には、被服支障前停留場が復活開業し、 その後城大河駅と解消した。また、広電宇治那線、海事線の電車通りから被服師匠へ通じる道は、師匠への通勤者で賑わったことから、被服匠通りと呼ばれるようになり、現在の南町中通り商店街の起源となった。1945年、昭和20年8月6日に投下された原子爆弾により、広島市は壊滅状態に陥ったが、 爆心地から約2 7トル離れていた。被服師匠は、外壁の厚みが6 0トルと扱ったこともあって、消失や倒壊免れ救護所として使用され、避難してきた多くの被爆者がここで池を引き取った。当時の山上は、峠三基地、原爆師匠の死、倉庫の記録、仮放大所にて、に描写されている。この時爆風により、 大きく歪んだ窓の鉄製扉は、現在もそのまま残され、広島平和記念資料館には、爆風で浮き上がった、レンガベーの笠木が切り取られ保存されている。廃線により廃止された、被服師匠の旧施設、敷地は、1947年、昭和22年10月以降、広島大学、広島高等師範学校校舎、大倉省中国財務局長舎、 公務員宿舎用地、個人住宅用地、県立学校、南高校、県立広島工業高校用地、国道2号線用地、その他事業用地、テレビ新広島本社社屋などなどに転用され、その過程で建物は現在残されている4棟を残して解体された。なお被服師匠本館は戦後1964年まで県立南高の本館として使用され、 その後も、美術、書道教室として、長く使われたが現存ない。その後、残る四棟のうち一棟のみが、広島大学の学生寮、訓風寮として使用され、残り三棟は日本通運に所有が移り倉庫として、使用された。1995年日通も使用しなくなり、施設は県へ譲渡され、1997年以降は四棟とも、完全に、 未使用状態になった。また、旧日本通んで塩倉庫1から4号棟として、市によって被爆建物台帳に登録されいる。かつては、で塩町の大半部分を占める敷地を有していた、被服市町の遺構は、その数が残り少なくなった現在においても、近隣地区におけるランドマーク的存在となっており、近くの朝日商店街の愛称、アイビータウンは、 旧倉庫の壁面に絡まる蔦に由来している。現存する10から13番戸は1913年、大正2年8月に竣工したものである。4つの胸からなり、L 字型に並び、一胸の長辺94メートル3階建て、高さ17メートルの鉄筋コンクリート作り連が割り、上記の通り1997年以降完全に閉鎖され現在は、 以降つまり未使用である。現在、1から3号棟は、県が4号棟のみ、中国財務局が所有し、4棟とも県が一括管理、している。延べ床面積、約2万1700メートル。外観は、レンガ作りと変わりないが、内部は、鉄筋コンクリートのラーメン構造であり、これとレンガ作りの外壁が一体となった構造である。 コンクリート張りの端部や床スラブが外観に現れていることからもこの構造が確認できる。日本国での RC 作りの建築物は明治38年に佐世保郡港内に建てられたものが最初と言われている。つまり、被服師匠の建物はこの過渡期に建てられた日本における建築史の上でも貴重な資料と言える。 県が保存に向けて考え始めたのは1980年、昭和55年のことである。1993年、平成5年、県の主催で保存・活用方策懇和会を開催し、文化、歴史、平和、アジアの視点を基本に活用すべきとの意見で一致した。以降、いくつか利用計画が上がっているものの、バブル崩壊の影響で、 厳しい財政状況が続いたことに加え、再利用するためには一棟あたり20億円を超える耐震補強が必要となっていることら実現しなかった。1997年、平成9年には、瀬戸内海文化博物館構想、2002年、平成14年には、国際的芸術文化拠点整備構想として、エルミタージュ美術館文館を誘致する候補地もなった。 2011年、平成23年、広島平和記念公園内の、原爆のこの像に展示できずに溢れた折り鶴を30年、程度保存展示することとなり、その展示場所の候補の一つとしてここが、いた。所有する県は、レンタルも含めて、利用を模索している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。